Guilty Gear Exar Rev 2. 에피소드 Who dares to enter the mayhem?連れ去られたエルフェルトを奪還するため奔走するソルたち一行。しかし攻略の糸口をつかめぬまま時が経過していく。そんな折思わぬ人物が来訪するのであった。力を貸せだと？そうだ。何の冗談だ。てめえらのパシリになる義理がどこにある。 私と貴様に頭など下げたくはない。しかし今回だけは他に頼る当てがないのだ。なぜ俺だ？今はとにかく時間が惜しい。道中で話す。ああ？ジャスティスは未だ敵の手中にある。このままだと復活するのも時間の問題だ。我々は奴らの計画を阻止したい。 貴様はあのバレンタインを救う。お互いの利害は一致しているはずだ。背徳の炎よ。誓って関係ではない。不服ならいつでも私の首をはねろ。<笑>そんなんでてめえは死にゃしねえだろうが。シン、支度をしろ。 てめえ何者だ。 Heaven or hell. Duel. Duel. One. Let's rock. Come play. Come on. Buddy. Bring. Zero. Counter. Counter. Give it one. Ora. Zero. Zero. Ora. Cry. Cry. Come play. It's not over yet. Cry. Cry. Zero. Zero. Counter. Counter. Slap. Solve. Win. Win. Duel. Duel. Two. Two. Keep on rocking. Shit,
毎徳の炎もこの程度の力か。所詮覚醒が終わるまで人の手出ないじゃん。まだ何か隠してやがる。そう、so, win straight。なんだこいつ。まるで手応えもなかった。そんな力。その後いかがでしょうか。こちらですか。何、支障はありませんよ。Heaven or hell, duel one. Let's rock. Come in. Oria, Oria, Oshiro. Counter, Oria. Oi, oi. もしもし、お久しぶりです。Come in. お会いになりました。ダメです。リボってきた。そう、俺。そう。Come in. Oria, Oria, Oshiro. Counter, Oria. Oshiro. Counter, Oria. どうでしたでした。頑丈ですから。それはそうと。めんどくせえからそのまま寝てる。そう、そう、win。Duo、all or nothing。カウントイン。おりゃ、カウントイン。アンサーです。どうも先日は。いや、とんでもない。おしゃれです。一番人気で、どうも。おりゃ、カウントイン。政治屋なら火消しがうまくならねえとな。ソウル vs ザトゥ。 Get ready to run。 お手並み拝見。 Heaven or hell, duel one. Let's rock.Win straight. ゾンビかてめえは。
あと何回殺せばくたばる。てめえは帰る時代と記憶、これから未来もなくすことになる。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock Come on, come on now! よくわからんが当たるまで殴ればいいじゃねえか。ソウル vs. マイケル。Get ready to run。お頼み申す。お頼み申す。卒しながら。冥府はいずこ、下道が笑えば民がなり、諸行に拉致なき沙汰あれば魔道の始末を受け入れます。己は美老の三品侍、指導死に花無用の所蔵。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 さすがだよ。アルーマッチ。Keep on rocking.
대박하게 사세요. So win straight. 肉でも骨でも切らせてやる。逃がすんなら消えろ。少しはマシになった。俺の華麗な七の番を見せてやるぜ。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 反則とは反則とはやめやった。さあ、もっと反則7の段を覚える条件だったろ。ソウル vs イノ。Get them to run。イノ、ジャック王は見つかったのか。そっちはもういい。代わりにもっと楽しそうなことが見つかった。なんだと？貴様一体。それよりてめえの種の方が興味ある。種だ。ジャック王に何か吹き込まれたか。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 Yeah.
でてくれんや。ちょっと欲張りすぎたか。いいわ、今はそっち側の好きにすればいい。今は一体何のことだ。そうだ、私の口からどこまで話すべきか。貴様は慈悲なき刑事がジャスティスを使って何を企んでいるか知っているか。インコ野郎は真の目的を図りかねると言ってたが、人類の絶滅とかじゃねえのか。まあそう考えた。だが本来の目的はジャスティスの復活そのものなんだ。どういうことだ。端的に言えば、人間になり変わる新たなる人類を創造すること。ジャスティスという器はその条件を満たしていた。そしてその器にふさわしい魂とすべくバレンタインを作り出した。つまりエルフェルトがジャスティスと融合すれば新人類が生まれる。その時は結果的に現人類は絶滅するってことか。あのお方はそれを阻止するためにジャック王を使ってジャスティスに蓋をしようとしている。そしてそのジャック王って蓋が逃げ出した。それを捕まえろってことか。だが俺を頼る理由は何だ。それにふさわしいって言葉も気になる。ジャスティスと融合する魂には適性が必要なのか。知っての通り、ギアには素体が必要だ。たとえギアとなっても元の生体反応は継承する。要するに赤の他人がジャスティスと融合するのは難しい。なんだと。だとしたら最初のバレンタインがアリアに酷似していたのはてめえ。なぜ俺を呼んだ。少々おしゃべりが過ぎたようだ。答えろ。なぜ俺を呼んだ。ソウル vs ジャック・オー。ゲット・頭がざらつく。この感じは。あなたも私を捕まえに来たの？もう少しここにいたいんだけどな。そう言うな。お友達のソルバッドガイも連れてきた。ソル？あれ、君そんな名前だったっけ。確かフレー、あれよく思い出せないや。でも君とはなんかもっとお話ししたいな。よし、狙い通りだ。では戻るぞ。いいよ。待て、仮面を取って顔を見せろ。いいけど。じゃあ飴ちょうだい。飴だ。くれないといたずらしちゃうよ。トリックはトリート。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 もっとリブローク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 リWhat's your name?
こんな戦闘能力を持っているわけがねえ。そうだ、そんなはずは。私はジャック・オー・バレンタイン。アリアの半分子だよ。そう、半分、半分。いえ、それは正しくないわ。正確にはフラグメント化されたアリアの記憶データを統合し、ジャスティス個体としての情報セクターを上書きする素体復元ユニット。礼を言おう、背徳の本。待て、吠えるな。必ず事情は話す。あの方が解放されるまでしばし待て。いずれにせよ、これから起こることに貴様は大きく関わるのだ。クソ！ジャスティスは、ジャスティスはアリアたってのか。